こんにちは、山中もとむです。今日は自動車のいないリゾートアイランドというテーマでお話しします。浜辺でゆっくりのんびり過ごすのが好きだという方、今回の話聞き逃さないでください。普段このプログラムでは、今度お出かけでもどうかな、旅行でもどうかなと考えている方に向けて、私これまで国内はもちろん海外59の国と地域に行った経験から、皆さんが旅行を100倍楽しむ方法やおすすめの旅行先、お出かけスポットを紹介しています。今回は自動車の乗り入れが禁止されているとても綺麗な景色のリゾートアイランドを皆さんに紹介します。今回の話、3つの構成です。まず最初に、今回紹介するスポット、どんな特徴があるのか。その次に、今回紹介するビーチリゾートアイランド、場所はどこにあるのか、皆さんはどうやってアクセスできるのか。そして3番目に、皆さん現地に行った時におすすめの楽しみ方を紹介します。今回紹介するのはインドネシアのギリ島というところです。皆さんバリ島はご存知でしょうか？日本人でも有名なビーチリゾートの老舗ですよね。ただ行かれたことある方はご存知かもしれませんが、バリ島渋滞がひどかったり、ぼったくりの人が多かったりします。ただそれと比べて、今回紹介するギリ島はまだまだ開発がバリ島と比べればそこまで行われておらず、ゆっくりとのんびり過ごすのに最適なスポットになっています。このギリ島、一つ特徴があります。何かというと、自動車やバイクなどの乗り物が禁止されているということです。排ガス規制で景観保護のために、自動車バイクが島の中では乗り入れできないようになっているんです。島の交通移動手段は3つあります。1つが自転車、皆さんが現地に行ってサイクリング楽しみたい時などに最適です。もう1つが馬車、大きな荷物、スーツケースなどがある時は島からホテルまで行く時に馬車を利用するのが一般的になっています。そして3つ目が徒歩です。なので、ゆっくりのんびりと自動車のない中で島のアクティビティを楽しむことができます。ちなみにこのギリ島、ギリというのは現地の言葉で小島という意味なので、ギリ島だと島々のような形になってしまいますが、今回は便宜上ギリ島とします。またギリ島、一つの島ではなくて3つの島で成り立っています。ギリ、メノ、ギニ、トラワンガン、ギリ、アイルという3つの島で、通称ギリ島というふうに呼ばれています。皆さん、お、面白そうだなと思った方、どういうふうにすればアクセスできるのか紹介します。ギリ島自体は空港はないので、近隣の島からフェリーで行くのが一般的なルートです。バリ島からも直接フェリーが出ています。また近隣のロンボク島というところには空港があるので、ロンボク島まで飛行機で行って、ロンボク島からフェリーで行くというのが一般的なアクセス方法になっています。ギリ島、皆さん行かれた時におすすめしたいアクティビティがあります。それがマリンアクティビティです。ビーチとても綺麗なので、ビーチバレーなどするのも楽しいですし、また海もとても綺麗なので、シュノーケリングやスキューバダイビングなどのマリンアクティビティ、とても充実した時間を過ごすことができます。また海沿いにはいくつかブランコが並べられているので、とても写真映えするスポットにもなっています。ビーチ沿い、ゆっくりのんびり過ごしたいという方、とてもおすすめできるスポットです。最後に今回のまとめです。今回は自動車のいないリゾートアイランドというテーマでお話ししました。インドネシアのギリ島は自動車やバイクなどの乗り物が乗り入れ禁止されていて、とてもゆっくりのんびり過ごせるビーチアイランドになっています。皆さんもぜひ一度訪れてみてはいかがでしょうか。普段このプログラムでは、今度お出かけでも行こうかな、旅行でもどうかなと考えている方に向けて、おすすめのお出かけスポット、また私これまで国内はもちろん海外59の国と地域に行った経験から、皆さんが旅行を100倍楽しむ方法などをお伝えします。お、いいねと思った人、ぜひこの動画のいいねの高評価のボタン、またチャンネル登録のボタンを押してください。それではまた次回お会いしましょう。